はい、どうも、シューティビでーす。ゆうえでーす。お願いします。というですね、はい、本日は、まあ、1月になりまして、はい、やっとね、翔平練習会を、はい、開催しているんですけど、約8名ぐらい。そうですね、要するに、皆さんやっぱ野球したいんだなっていう。そうですね、とてもありがたいんですけど、はい、我々ね、いい商品を、はい、はい、今回紹介したくて、動画を回しております。はい、まあ、もうすでに僕着てるんですけど、うん、このアクティブームパーカー最新アイテムです、うん、1月上旬に、はい、発売されましたアクティブームさんのストレッチフーディーというパーカーで、このロングタイプ、はい、長袖パーカー、はい、XXXL サイズです。 3XN かなゲットしまして、なんかサラサラだね、見た感じでも。そう、最高すぎる。どこ触っても大丈夫みたいな。サインとかすごいしやすそうっていう、流れちゃうね、大丈夫。お子さんみたいなのにサラサラすぎて、あらーって、あーって。いや、これほんといいのよ。これね、あの見てる人ぜひどっかでこうね触ってみてほしい、はい、すごってなる。普通のなんかパーカーの素材じゃなくて、うん、サラサラ系。やっぱアクティブームさんといえばサラサラでこうねストレスフリーの素材じゃないですか。そうですね、伸びが良くてね。そう、これもすごい伸びいいんですよ、めちゃめちゃ、うん、ビヨンビヨンそう、寝ないでね伸びめっちゃいいんですよ、本当に良くて、うん、いやー、これもうお気に入りなんですけど、はい、もう今今日4日連続着てますね。洗え、そろそろ洗った方がいいかなと。いや、ちゃんと洗ってますけど、はい、さ、良平さんもなんか今日さ、なんかすごい薄着じゃないですか。この前紹介してましたよね、物自体はこうやって。そう、良平さん実際に着てみるっていう、うん、モックネックっていうアクティブームさんの昨年末に出た、はい、ハイネックよりまあ半分ちょっと下ぐらいか。まあハイネック、まあでも正直メーカーによってはほぼ一緒ぐらいかも。うん、ただタートルネックよりかは低い。そうだね、っていう素材のものがありまして、うん、だから日焼けしたくない人はすごいいいんじゃないかなと。まあもちろんね、夏でも全然着れる生地なんで。全然着れます。むしろってか夏向きの生地ではあるので、うん、ってなった時に、まあ、首日焼けやっぱ紫外線強いじゃないですか、夏って。そうですね、まあそういうのに適したというかね。やっぱこうで、今までちょっと丸首だったじゃないですか。で、丸首がちょっと苦手な人も中にはいたかもしれないんで、うん、そこでね、ちょっとハイネック気味のものが、はい、あの発売されましたんで、ほんと誰でも。しかもサイズもね、XXL かな、うん、まで、ありますし、アクティブームといえばもうアンダーシャツ、長袖、ね、半袖、ノースリーブ、シブもあります。シブもありますね、はい、あとはこのノースリーブのあのハイネックもあるね、うん、いろいろもうアクティブームのものをとりあえず選べば全部完結しちゃうみたいな。カラーも豊富だし、よかったらね着てみてください。はい、マジでマジで柔らかいっす、超いいっす。はい、ちなみに今日の僕はまあこれじゃん。で、この中もこれじゃん、アクティブームじゃん。パンパンもそうじゃん。で、このスパッツね、スパッツもそうじゃん。はい、こちらね、はい、はい、グローブもこれ装着しちゃえばもう全身アクティブームなんで。はいはい、もうアクティブーム信者じゃねえか翔平って思うかもしれないですけど、これは着れば分かるんですよ、うん、まあ、このヘアバンドもありますし、はい、なんかもう本当完結しちゃう。そうですね、うん、すごいわ。これのズボンもそろそろ出るんかなちょっと全く知らないけど。で、なんか去年とか一昨年ぐらいで販売はされてるけど、コート系もありますもんね。あるある、そう、ダウンみたいなのもあるし、うん、ピステっていうの、はいはい、V ジャーみたいな、そう、シャカシャカのやつも上下であったりとかして、うん、ウェア系はもう完全に揃ってます。ほとんどそう販売してますし、すごいアクティブームさんめちゃくちゃいいなと思って。はい、でさ、両親多分知らないと思うんだけど、実はアクティブームさん、はい、YouTube チャンネルを始めてて、はい、この間ね、ネオ選手出てたんですよ。実はね、知ってます。なんで知ってんだよすごい SNS でさ、あのインスタで今企業アカウントじゃないですか、うん、で、そこ広告で流れてくるんですよね。マジっすか。そこでポンって組んだ時に、あ、YouTube チャンネルあるんだみたいな。ああ、なるほどなるほど、はい、で、それで僕は知ってました。なるほど、はい、知るの遅かったっすネオ選手が YouTube チャンネルで、ね、出演されてて、まあ、あのアクティブームアンバサダーやってるんですよね。あの確かインスタの写真にも出てた気がします。うん、もしかしたら固定されてたかな。今もう400人以上、うん、で500人、600人以上のプロ野球選手が着用しているという話 で、 そうですね、あの森友哉選手も長袖の着て短パン履いて、そう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 、バット折ってバット放り投げてますからね有名な選手も皆さん、うん、あのたくさんね着用されてますし、はい、まあ、僕らもたくさん来てますし、うん、まあ、野球以外にもスポーツ選手とか、はい、まあ、あのランニングとか好きな人とか結構ね、うん、あの着てるイメージがありますし、おしゃれですからね。そうなんですよ。1番は生地、2番はおしゃれさ、僕はそう思ってます。 そうなんです。そこがね売りなんで、もしまだ一度もね触ったことない、着たことない方いましたらよかったです。やっぱさっき言った通り、プロ野球選手と全く同じものを着れるっていう、そうです、ところがアクティブームさんのいいところではあると思うので、
そうですね、しかも翔平 TV と同じものが着れるということで、はい、さらにね、そこもね、あの付加価値を上げましてあのたくさんね、あのいろんな方に知ってもらって、はい、もっと良くしていきたいなと、はい、皆さんの力があってこそと、うん、あの社長も言ってましたしね、本当にもういろんな人たちのおかげで大きくなった。いや、そんなことないですけどね、やっぱ社長のね、ゼロから、ね、知恵をこうね、はい、とかどんなのがいいなっていうのを体現して、うん、あの作られてますんで、はい、社長の頑張りをちょっとね、見てもらって、うわ、こんないいもんできたんだと、うん、俺は毎回思うんですよ。毎回いいアイテムが、ね、はい、出てポチ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 して届くじゃないですか、はい、もう毎回、うわ、すごいいいなって毎回思うんで、よかったらね、来てみてください。はい、というわけで、本日はアクティブルーム最新ウェア紹介の、動画でした、はい、はい、この動画が良ければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。そしてアクティブームさんの YouTube チャンネルもね、よかったらありますので、はい、チェックもよろしくお願いします。お願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。走走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